1996年の全日本ツーリングカー選手権参戦マシン。影山雅彦は日本のレーシングドライバー。神奈川県藤沢市出身。血液型は AB 型。同じくレーシングドライバーの影山雅美は辞九1984年に富士フレッシュマンレースでレースデビュー。1986年富士フレッシュマンレース TS1300 クラスチャンピオン。 1987年より全日本 F3 選手権に参戦し、1989年に全日本 F3 のシリーズチャンピオンに輝く。1990年より全日本 F3 戦選手権に参戦。1991年からは全日本ツーリングカー選手権にも参戦を開始する。1993年にはこの年が最後となったグループ A で、 星野和義とコンビを組み、日産スカイライン GT-R でシリーズチャンピオンを正彦和人が獲得した。1994年にはこの年より本格的にスタートしたばかりの全日本 GT 選手権に参戦し、GT1 クラスのシリーズチャンピオンとなった。翌1995年も全日本 GT GT1 クラスを連覇している。 フォーミュラ日本にも1996年のシリーズ発足より参戦し、1998年には2勝を挙げた。また、ルマン24時間レースにも1996年より参戦し、1998年には星野和義、鈴木あぐりと組んで、日本人チーム初の表彰台となる3位入賞を果たしている。弟のま美も他の車両で10位に入った。 以降のレース活動は、スーパータイなど、ツーリングカーレースでの活動がメインとなっており、2004年には、グループ N プラスクラスのシリーズチャンピオンに輝いている。2007年は、インジングの F3 チームの監督として活躍。所属ドライバーのロベルト・ストレートが、シリーズ2位となるなど見事な手腕を見せている。近年は、トヨタ自動車の評価ドライバーとして、発表前の市販車を、 プロドライバーの目線からテストを担当している。2012年からはトヨタ画像レーシングの一員として、ニュルブルクリンク24時間レースに参戦し、2014年にトヨタ86、2015年にレクサスルファコード X でクラス優勝を収めた。2016年には発売前のトヨタ CHR を仮クラス3位に入った。この他、86、 BRZ レースのアドバイザーも務める。ありがとうございます。